七夕のお願い事はした？みんなのお願いが叶ったらいいね。今日は七夕ね。夢が叶うよう星に祈りを捧げましょう。今日は七夕、織姫様と彦星様が会えるように雲を吹き飛ばしちゃおう。今夜は七夕ですから晴れるといいですね。織姫と彦星は思い合っているんですから。今日は七夕だよ。リンはあんまり女の子っぽくないし、彦星様になろっかな。私たちには祈ることしかできないけれど、織姫様と彦星様が会えるといいわね。七夕やね。織姫様と彦星様が会えるよう星に願いを届けるよ。織姫様がどうか彦星様に会えますように。雨が降ってもこの日だけは会えたらいいのにね。ニコはこれからも宇宙ナンバーワンでありますようにって書いたわ。短冊何書いた？私はね、アクアが世界一のスクールアイドルになれますようにって書いたよ。内浦から天の川は見られるのかしら。一度でいいから本物の天の川を見てみたいわ。今夜みんなで星を見ようと思ってるんだ。君も一緒に天の川を探さない？笹に吊るす願いは同時に豊富だとも思っています。やり遂げる決意を天に誓うのですわ。仲見世商店街では七夕祭りをやってるよ。たくさん飾り付けされててウキウキしちゃう。魔法を授かりますように、魔法を授かりますように。今年こそ頼むわよ、織姫、彦星。今日織姫様、もっとお裁縫上手になりたいのです。そうなれば衣装作りの時もっと役に立てるのに。織姫と彦星ってどの星のことなのかしら。よく見えないわ。地上にもお星様の川があればいいのにな。とキラキラしてすごく綺麗だよね。1年に1回しか会えない2人、私だったら悲しくて悲しくてちょっと泣いちゃうな。織姫様って行動力なさすぎだと思います。かすみんなら川くらい渡っちゃいますよ。先輩は七夕様のお願い事書きましたか？私はお芝居が上手くなりますようにって書きました。
短冊に願い事なんて子供っぽいかしら。私にだって叶えたい夢はあるのよ。短冊に願い事を書いたんだ。なんて書いたかって？内緒。もしはるかちゃんと一年に一回しか会えないとしたら、いかん、泣けてきた。七夕のお願いは子供の頃からずっと変わりません。言わなくてもわかりますよね。素敵だけど寂しいお話ね、七夕って。会いたい人に会えない気持ちわかるな。本当は浴衣着てこようかと思ったけど、一人で着られなかった。来年こそは。短冊に書くこと？特にありませんね。願いは誰かに叶えてもらうものではなく、自ら勝ち取るものですから。日本には不思議な風習があるんだね。でも飾りのついたバンブーはとっても綺麗だ。願い事はみんなランチが叶えてあげるから、ランチに言うといいわ。